じゃあ次に、4.4 節のクラメールの公式に進みます。これは計算に関する内容ですので、ぜひこの機会にマスターしておいてもらいたいことです。ここでは連立一次方程式を扱います。と特徴としましては、変数が x1 から xn の n 個の変数 で方程式もちょうど n 個の方程式で与えられているような連立方程式です。そうしますと、この連立次方程式の係数行列っていうのは n×n の正方行列になるという点に注意しておいてください。なお、この係数行列を a と書きましたけれども、この各列ベクトルを aj というふうに書いておきます。それから右辺のこの b1 から bn を縦に並べた列ベクトルを b というふうに書いておきます。でこれがですね、クラメールの公式と呼ばれるもので、そのこの行列、係数行列ですね、方程式の係数行列 A が正則の時、この連立次方程式 AX プラス AX イコール B というのは、ただ一組の解を持ちまして、しかもその解は次の形で与えられるというのがこのクラメールの公式の主張です。でどういうふうに与えられるかというと、XI という I 番目の解ですね。XI という I 番目の解はどういうふうに与えられるかっていうと、下の、これ分子分母、どちらも行列式です。で、その行列式なんですが、行列の作り方に注意してください。分母の方は、これは、A1 から AN まで並べていますので、これは、実質 A の行列式なわけですね。で、分子の方がポイントで、A の行列式みたいなんですけど、ここを見ると、第 i 列をですね、この B っていうのは、この B ですね。この B に置き換えた行列の行列式。というふうにして計算すると、実はこれが、解の第 i 成分の xi に等しくなるというのが、このクラメールの公式の教えるところです。で、証明なんですけれども、一応連立一次方程式がですね、この AX イコール B なんですが、A の列ベクトルを使って、こういうふうに表せれることに注意しますと、この分子の行列式ですね。分子の行列式は、この、A の行列式のうち、第 i 列をこの B に置き換えた行列なんですが、この B っていうのは、この A1、X1A1 から XNAN の和で表されますよと。で、これ実は、行列式の性質から、こんなふうに書くことができて、で、これ、J が1から N まで XJ かける、こういった行列式の積の和になるんですけれども、この J が I と等しくない場合っていう、J が i 以外の場合には、この aj の部分は他の列のどれかと等しくなるので、この行列式は0なんですね。そうすると、この a が i の場合のこの行列式の部分だけこう残るので、これは実は xi×a の行列式となって、これ両辺を a の行列式で割れば公式が得られるという仕組みになっています。とりあえず、証明はいいから計算を教えろという方にはですね、一応計算を実際にやってみましょう。計算はこういうものです。今、XYZ の3変数の連立次方程式で、こういう連立次方程式が与えられたとしましょう。そうしますと、係数行列 A の各列はですね、A1、A2、A3 というこういう形で、まず与えられます。あと、右辺のベクトルですね、列ベクトル B はこういう形で与えられます。で、このようにしますと、まず、X の解はですね、分母は全部この A の行列式で等しいわけですね。で、分子に関しては、X はこの第1列をこの B に置き換えたものの行列式。で、解は21分の2。で、Y はこの分子の Y を B で置き換えた、第2列を B で置き換えたこの行列式ですね。これ21分の1。で、Z に関しては、この分子の行列式の第3列を B で置き換えた行列式で21分の7というふうにこう求まります。ということで、このまずはクラメールの公式は使えるようにしておいてください。
一応この春学期この線形代数一応中でも最重要事項の課題の一つであります。